ここは岡山県赤磐市にある岡山フォレストパークドイツの森です。青い花ネモフィラが見頃だと聞いて来てみました。これお土産屋さんかな。名前の通りドイツの農村をイメージしたテーマパークです。来たのは超久しぶりで、前に行った記憶が曖昧ですが、とても広い場所だったことは覚えています。大人は入場料1500円、ペイペイが使えました。へえ、いろいろできるみたいですね。入場しました。おー、青いのネモフィラですね。あれ、こんな綺麗なところだったかな。もっと自然っていうか山だった気がする。どうも私が最後に行った後にリニューアルしたようです。あ、ネモフィラだけでなくポピーも綺麗ですね。こちらもすごい綺麗。花好きにはエントランスからも楽しいところですね。来た時は曇っていましたが、帰る頃には晴れてました。晴れてるといい光が入ってくるので一層綺麗ですね。でも黄砂が来ててちょっと霞んでました。今日はこんなコンディションでした。どこから紹介していきましょうか。やっぱりネモフィラを見に来たので、ネモフィラコーナーから行ってみましょうか。去年に行った大阪の舞島、あの海のネモフィラも良かったですが、山のネモフィラもいいですね。舞島に比べるとここは小さい規模ですが、見ている人が数人くらいしかいなくて、一時期ネモフィラコーナーには私しかいない時もありました。こんな綺麗なところを好き放題見れて撮れて最高でした。わあ、風でうねってる。ここには大きなブランコがあります。乗れるのは時間が決まってるんですね。今は乗れないみたい。乗ってみたかったな。石窯パンのお店、噂で美味しいって聞いていたんですが、ここにあるんですね。でも今は閉まってるんですね。お店とかブランコがお目当てで来る方は営業時間をチェックしておいた方がいいですね。今日は霞んでるおかげですごい雰囲気がいいですね。外国っぽい。向こうにも何かありますね。あー、こっちもお花畑。チューリップ、ネモフィラも咲いてますね。あー、これはすごいですね。これね、ここを写真に撮ってドイツに行ってきましたって見せたら信じてもらえそう。すごい、楽しいですね、ここ。こんな気合いの入ったお花畑が見れるところだったなんて全然知りませんでした。ブランコがありますね。大人が乗るのちょっと恥ずかしいけど、今なら人が少ないし乗れそう。乗っちゃったあ、向こうになんか車が走ってますね。チューチュートレインっていう、園内をぐるっと一回りできるバスだそうです。
乗り物は他にもあって、電車も走っていました。まさかここで撮り鉄できるとは思っていませんでした。踏切もあるんですよ。他にもゴーカートで遊べるところもあるらしいです。あ、ここはバラ園みたいですね。きっと花が咲くと綺麗なのでしょうね。ここにも風鈴があります。ここは町エリアですね。お土産やレストランがあるところです。自家製ソーセージあるんですね。今日はお昼ご飯を食べてきたので、次に来た時はなんか食べてみたいな。フォトスポットもところどころにありますね。あ、滝がありますよ。滝の裏側に入れる滝。菜の花が咲いてますね。あ、綺麗。あ、チューチュートレインここ走るんですね。ん？ヤギのアスレチック。あ、本当だ。アスレチックしてるんですよね。降りられないわけじゃないんですよね。あ、馬、ポニーがいました。この辺りはいっぱい動物がいました。アルパカがいるみたいですよ。で、どう見てもアルパカではないですね。あ、あっちかな。これも違いますね。おちびちゃんかわいい。あ、いた。ポカーンってしてる。めっちゃかわいい。ドイツの森、久しぶりでしたけど、いい意味で思ってたのと違う場所でした。ゴールデンウィークとか花輪スポットじゃないですかね。チューリップは終わってしまったようですが、ネモフィラと菜の花はまだ見れるみたいです。